野島 T リーグ3年目ラブオール。セーブから何点取れるかというところですよね。また山内選手少し3球目の調子上がってきていますので、うん、やはり3球目のコース取り、マスターシニ選手のフォアハンドに抜いているのがとてもいいので、あのボールが何球出せるかというところですね。やはり山内がサーブの時だったらそのサーブに対応するスターシニの2球目、そうですね。なので山内選手のサーブからのパターンでとても注目するポイントだと思います。さあ第2マッチ、ともに2ゲームずつを奪ってのファイナルゲーム6オールから、ここはスターシニのサーブ、うん、この2球目の攻撃はどちらかというとスターシニ選手の方が多かったんですが、ここはユモイユ2球目から攻めてきましたね。今のも素晴らしいですよね。先ほどまでフォアで少し浮かしてしまっていたボールをこの1球目にバックでできるというのはさすが落ち着いているなというところですね。だからこれによってじゃあ次どう攻めてくるんだろうって相手に迷いを与えるという効果もありますもんね。そうですね。4ゲーム、まあ、この前までとちょっと違うぞと思わせたと思いますね。で結果としてスターシニー選手が焦ってしまったというところですね。スターシニーのサーブの2球でユモンユが2ポイント取りました。スターシニー、さあここで日本ペイントマレッツの方がタイムアウトです。シングルスにおいてやはり2本レシーブで取れるというのはなかなかないので、うん、今の2点は大きかったと思いますね。でしかもそのレシーブに関しては今日はスターシニ選手の方がやや好調かなというようなムードで迎えたこの終盤のファイナルゲームでユモイユ選手がね2つ取るっていうのは大きいですよね。そうですね。やはりこの6オールという場面で1本目からレシーブを攻めていけるというのは、うん、まあ落ちアドバイスをされていたとしても、うん、やれる精神力がなければできませんの で、ね、やはりこの場面でできるというのはさすがだなと思いますね、うん、そこはさすが経験豊富というところで、あのね、リオオリンピックでも福原選手に勝った勝負強さというか、日本のファンからするとなんでっていう気持ちが強いんですけれども、でもやはりあの試合見ててもさすが、まあね、日本選手としては福原選手応援しててもさすがやるなという印象を持っている方が多いと思います。さあ次はユモンユのサーブです。さあスターシニーは2球目チキータですか。そうですね、チキータしましたけれども、うん、ユモンユ選手のサーブかなり今低かったので、うん、まあ、少し回転寄りのスピードを落としたチキータになってしまいましたので、そこで少し狙われてしまいましたね。さあ勝負どころでユモンユが3ポイントリード、6オールから始まりましたこのファイナルゲーム。スターシニーも難しいところを狙っていったんですけどね。そうですね、仕掛けようという気持ちは見えますよね。さあ4ポイント連取でマッチポイントになります。さあ結果的に言うと、ですからこのファイナルゲームは6オールから5ポイント連取であっという間にユモンユが取りました。これ若宮さん、はい、こういうこのファイナルゲームまで新しい攻めのパターンを残していったのでしょうかね、それともある意味勝負に出たんでしょうか。そうですね、第4ゲーム特にユモンユ選手のフォアミドル前ぐらいに、はい、横回転系のサーブ多かったので、はい、まあ、そういった意味では読みやすかった、予定通りの場所に来たというような状況ですよね、うん、なのでそれは多分コーチがアドバイスしたんだと思いますね、うん、第4ゲームまではユモイユ選手一生懸命フォアでレシーブしていましたので、はい、それをこう無理やりフォアでレシーブすることによって浮かしてしまってスターシニー選手に攻められていたボールをやはり第5ゲームに入った1本目でバックハンドで攻めていきましたので、うん、やはりそこはアドバイスがあったんだと思いますね。